さあ始めました JMS プレゼンツ。今回はねステイフリーじゃなくてですねクロスザボーダーなんですけども、11月に行いますレッドラインオールザリベンジサポーティッドバイ M に先駆けまして YouTube の企画クロスザボーダーやっていきたいなと思ってます。ということでまずですねヘイスミスから猪狩さん、どうもよろしくお願いします。お願いします。そしてシャドウズから和樹さんです。こんばんは。ということでね、2人にはです8月15日に新宿アシブで行われたレッドラインオールザフューチャーのイベントにも出演していただきまして、その時どうでした？もうとにかくお互い熱くなりすぎちゃって、普段ほとんど話さない和樹くんが MC でものすごい熱くなってたのを、うん、確かに珍しいよね。珍しいぐらい熱くなってましたよね。なんか、うん、すげえ込み上げてきちゃった今回の企画はですね、今回のピアアリーナ公演でアーティストのケータリングエリアってあるじゃないですか、はい、のケータリングを食べる前に実際食べてほしいなと。あ、我々がそうです。先にちょっと僕の推しのですね店を2店舗、はい、今日は行こうかなと思ってるんで、はい、ただ行くだけだと面白くないんで、飲み食いするか面白くないんで、ちょっと罰ゲーム的な、ものも用意しておりまして。あ、そんなんもあるんですか。そうなんです。その2件で NG ワードを一番多く言ってしまった人が2件分のお題を全額自腹です。ええっていう企画なんですよ今回。なんでそんなのに誘うんですか。なんで誘われてそんなことなの。そんなことに誘えるのが2人しかいなかったんです、うん、申し訳ない、うん、意味がわからない。意味が全然意味がわからないあれ、なんか今日はうまいもん食えるみたいな感じで誘われてきたの。基本はそうよ、うん、まあ、でもそうなるんやったら本気でやりますよ、うん、いやそれはそう、本気で潰しに行きますよ。じゃあいやりな、カメラの前と違うからな。いや、そんなことないでしょ、別に。言葉選びが鈴木さんの、うん、俺絶対いけますよ。嘘つけよ。絶対にいける。これです。うわ、見てこれよく使うなんだよ。もうシンプルこれですよ確実にヒットポイント減らしていきますから、これでいや、まあこれは猪狩のテンション上がってくればもうこれバンバン、うん、あ、言う、めっちゃ言う、これこれ和樹、勝ちだな、これ勝ちだろ。まずはですね、オフィシャルバーとオフィシャルケータリングをまずやってくれてる下北沢のあるマボネン、このマボネンさんでですね、1軒目やっていこうかなと。あれ、ここ来たことありますね。あ、マジ。俺もある、はい、鈴木さんのお友達なんですか。そう、オーナーがもともとサナギっていうバンドがいて、サナギのドラムの子がバンド辞めて飲食を建てるが第一点目で、さらに下北に今3号店目、すごい。さらにもうじゃあめっちゃ人気、めちゃめちゃ人気なんです。すごい。なんでバンドマンは結構多い。なるほど、うん、じゃあこれそっか始まってるんですか。これ始まってる、始まってる。これも言ってる可能性あるってことですか。あるんじゃない。で、俺結構あると思うんだ。もう俺すごいし不安で不安で。じゃあレッドライン11月、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。レモネードうまうまい、うまい。俺らが普段会わないような人も出るんでしたっけ。そうね、だから2人だったら例えばバウン、あ、はいはいはい、例えばペンパルとかね、バウン、まだビッシュ、はいはいはい、うん、解散するんですよね。そう、来年の、ね、来年中に。あ、じゃあ 見れるんだね、俺ね。そう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 。やっぱアイドルはさ、うん、やっぱマネージャーがすごい壁じゃん。注意されてるの見たことあるわこう連絡で交換しようみたいなあるの、そういう出会いというか。あ、サマソニで、まあ、いつのサマソニだか忘れちゃったけど、バックヤードのトイレ行ったら、外の黒人がトイレの入り口、2人でこう両サイド塞いでるんだ。俺なんでこんなトイレ厳重に守られてんだろうと思って。でも怖かったけど、俺もまあ用足したいし、入ったらエイちゃんいたな。あ、でエイちゃんかと思って。やばいやばい。それはすごいね。すごいなと思って。まあなんかそういうのは面白いけどね。そう、意外とね、そういうのちょっとなんかうごめいてるんですよ。こっち言えないんですけど。うん、と飲んでたんですね。ですごい有名なバンド で一緒に飲んでたんですよ、うん、そしたらまあなんちゃら、うん、とこっちに来て、うん、2、3時間飲んでたんですよ、うん、でもう明らかに終電がない時間で、なのにマネージャーさんが
じゃ あ, 楽しんで置いて帰ったんです。そんなことあんの？あって、俺、うん、俺じゃないな。だからこの人に、どうするんですか、ね、この後ね、楽しくなってきた。マネージャーといないしね。そう、マネージャー帰ったのみたいになって、うん、知らなかったから、そう、真摯だから、うん、その事務所の人に戻ってきてくれって言って、マネージャーに電話させて、で結局マネージャーが連れて帰ったんですね、うんうん、ですごいその〇〇のことを睨みつけてくる。じゃあ邪魔だもん。同じやつもらって、同じやつ、はい、ちょっと、いっぱい行きなよ、もう。もうな、いがり上がってこないと、俺が出したワード全然出なそうだ。別に多分初めですね、途中経過、今誰か言ってます。あ、みんな行っかる。あ、どうせ今もうほら、もう一回中。行っとるやないかい。こっから始まりますよ、いがり。いや、今のようやく危なかったのよ。いや、めっちゃうまいよ。うまいよね。なんか、バックヤードって謎の綺麗な女の人もいるじゃないですか。そういる。誰かのせいなのゲストでしょ。多分そうなんです。絶対そう。だから誰かの何かなんですけど。誰かなんです。でも誰かの何かじゃない子もいるじゃないですか。いる。これを見分けるのがほんま難しくて。ナイトのもうハニートラップだらけだからね、そういうフェスって。正直。俺はさすがさ裏方だからさ、そういう気持ちは一切ないけど。ほんまないな。さすが裏方。じゃあこれがさ。まあ放送されちゃうとさ、うん、まあ嫁にそういうことばっかやってんの。別にそういうタイプでもないですしね。そうだからそこだけは意外と多分強く言っといて、営業妨害になっちゃう。俺もう俺もどちらかというと男臭い感じの打ち上げは本当に好き。いや本当です、本当です。なんか美味しいよ。うん、さっき、うん、おしゃれ、うん、すげえ美味しい。本当に全然あり。うまい、めっちゃうまい。もう何、ちょっと防御入りだした。攻めねえとダメだよ、猪狩。俺いつも猪狩のこと猪狩って呼んでんだけど、うん、周平さんって呼び方が変わる瞬間なんだよ。もう結構やっぱ気分よくて酔っ払ってる時めっちゃ周平さんなんだよ。そのずっと踊ってんのよ。そんぐらいになった俺の中で周平さんに変わるのよ、呼び方が。今日はもう持ってきたいのよ、周平さんまで。でもいきなりもう昨日ライブで飲みすぎちゃって、ちょっといきなりレモネードから始められちったから。俺的にはやっぱ周平さんまで持ってけたら絶対今日もう勝てんだろうなっていう俺の。自分で自分の口癖が分からないから。俺も分からない、みんな分かんない。何やろ。いやそれ何やろも結構言う。ああ言うわ。怖い。俺あとね、怖いも連発するんですよ。確かに。これね、美味しすぎたね。怖いって言っちゃう。やばいってことでしょ。怖いは聞くわ。そうめっちゃ言うわ。いや怖いにしとけばよかった。やめ稼がないで。やばい まあがもう床に這いつくばって、割と航空前進で、そうだね、お前大丈夫かってタクシー呼んで入れたの。そしたら、おい KTR って言われたの。いつもスリッツタンって呼んでるの、言うよ KTR 金くれ。2万ぐらいですね。サンキューって言ってんの。どうしたの。いや俺金くれは初めて聞きました。本当あの打ち上げはやばいね。やばかった。本当にね、対バンだったり、うん、まあ、そういういろんな面白い企画だったりって、うん、本当打ち上げで生まれることめっちゃ多くて、いや、そうですね。クリスタルレイクの YD とかヒデとかと、まあ、飲んでたの昼間から、うん、で夕方ぐらい暇になっちゃってどうするっつって、うん、じゃあブッキング行こうぜライブハウスに。ブッキング見に当時刀剣買って行って、もちろんブッキングでなんかあんまり今からっていうバンドだから本当お客さんもいなくてさ、うん、でやっぱコロナだからさ、うん、自分の出番が終わったら帰っちゃったりするんだって。ああ
でもそれでやってたら何も生まれねえよなとか思っちゃ、かわいそうだなとか思いながら、でもそんぐらいやっぱりバックヤードってめっちゃ大事じゃん、ね、みんなノー FX 好きじゃん、うん、好きじゃん、うん、あのなんだっけ、バックステージパスポート、うん、それ絶対見た方がいい、うん、見てほしいですね、バックステージとか、まあ最高だね、うん、そのバンドのバックヤードのあり方というか、うん、まあやっぱなんかそこ、そうだね、なかなか伝えられないもんね、そこの空気感だったり、ね、ロマンというかね、うん、まあバンドやるしかないね、うん、バンドやってそこに入り込むしかないよね、全部ありますからね、全部ある、全部仲間とか、うん、先輩後輩、うん、友情とか、うん、バンド始めると金以外ほぼ全部あるんですよ、いや金以外全部ある、どうぞどうぞ、本当そう、はい、ということでね、1軒目からね来まして、ここ2軒目到着しました。まずね、まあなんかちょっと途中経過、はい、見てない俺言ってました、その間ずっとニヤニヤしてました俺、イガリがもうバレちゃう、イガリと思ってずっとニヤついちゃって、で、イガリはえお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、追い上げてんじゃん、めっちゃ言うてますね、追い上げてんじゃん、カズキは3回、あ、ほら、あ、なるほどなるほど、全然だな、ダントツで俺が言ってるんで、うん、本当に申し訳ないけどちょっと追加しようかなと、追加、うん、追加、ダブル、さっきのヒントがもうあそこにあるからね、前半でどのワードかな、いや俺何個もあるんですよね、鈴木さんの、ちょっと真剣に考えさせて、もう勝ちに行きますんで、もうはい、コンボです、ハマります、はい、マジかよ、何俺ももうここはガチでいきます、これあるかもしれない、これでいきますふざけんなよ、怖えもん、怖えんだよマジでおめえらさ、これはこれでいきますじゃあ行ってみましょう、お寿司屋さんなんで、はい、ね、ここがケータリングで、ケータリング、ケータリング、これあれ、清さんが握るとそうよ、ありえないでしょそんなの、嬉しいでしょ、嬉しい、最高でしょ、また勘繰りから始まるっていう、ダブルだからね、乾杯しますか、はい、乾杯、やっぱこうやってまあこの回を多分見ててくれる人たち、うんうん、とかもまあ基本多分ファンが多いわけじゃん、まあそうだね、俺らのファンをもっとバンドをやりたいっていうやつらを増やしたいの、うん、あ、これからバンドをもやりたい、そう、ただその俺たちの音楽をまあ生かしてくれるだけじゃなくて、その本当そこに影響を受けてそれをまた吸収してそれをまあアウトしてくれるやつらを増やしたいなって俺はやっぱ日頃思ってて、やっぱそれなんでかって言ったら俺がそうだったの、多分みんなそうだと思うけど、やっぱ俺が食らってたのと同じようにクラバしたいんだよね、うん、だから俺のイメージだとバンドやりたいっていうやつがやっぱそこにいたね、昔、うん、今そのこのバンドを結成するきっかけになったのがライブハウスの出会いだったりさ、例えばラグワゴン見に行って、うん、その場所で出会ってそっから組みましたとか結構あるあるの話だったじゃん、うん、俺らの時代って、でも意外と今そういうの結構本当点なのかなとか思っちゃって、うん、そうなんですね、いや分かんないけどでもそんな気がしちゃってんのよ、うん、そうだよ、なんか、まあね、バンドやってくれるのが一番嬉しいですね、うん、だそういうフォロワーを俺はやっぱ正直増やしたいというか、ウィッキーさんのねお寿司食べていいですか、これケータリングで出る、はい、ほう、いただきます、うん、うまい、うまい、うん、うまい、うまい、大丈夫かなこれ不安になっちゃったの超不安になっちゃった今、うーん、うん、何もうーんでごまかそうとしてるでしょいいの、うん、これは NG ワードですね、そう、もうおかしい、ナンセンス、ずるいわ、うまあの、かずき君、相当汚い罠にはめられてますからね鈴木さんに、うん、相当汚いことしてますよこの人は、エグいっすよっていうので、ほんまにね鈴木さん汚いっすよ、変動してますか、あ、カズキ君が上がってきている、横並びの状態、横並び、ほぼ横並び、ほら
これあれだねよ、きたねーなー。どこ並び？海外はもう全然めっきり行ってない、二人とも。コロナになってから行ってない。行ってない。どこでも行けるんやったら、ハワイかカナダ行きたい。カナダ行きたい。まあ俺のこれやっちゃった事件なんだけど、タイに行きたいの。でそれなんでかって言ったら、今嫁とじゃあちょっとタイ旅行行こうよってさ、まあ朝まあほんとパッキングして、うん、だ嫁がいきなり一応持ち物チェックでも運転してて、うん、じゃチェックします、チケットチェックします、もうウキウキなわけじゃんみんな、うん、それはそうだよ、パスポートチェックしますって平田ちゃん、あれカズちゃん私たち行けないわ、パスポート切れてない俺、で行けなかったの、うわそれどんな雰囲気になるの、そういう時って、ね、そうっすね、いや温泉行こうっていうすぐなった切り替わったで、嫁さんそのまま謎の新潟に温泉入りに行くもうダメだし昔あれっすよね、フロリダに会いましたよね、フロリダだった、何そのかっこいいかわいい、かっこいいでしょ、めっちゃかっこいい、これ俺ちょっとかっこいいよ、なんか俺たちアメリカツアーしてて、フロリダでライブだったんだよね、そうで俺らちょうどレックしてたんだよね、フロリダでレック、そうフロリダで、うん、俺そのスタジオすごい憧れもあったし、うんうんうん、どんなレコーディングなんか見に行きたいなって、でそのオフビにもうレコーディング見せてもらって、すごかった、やっぱなんか食らった食らった、あこうやってギター撮ってるんやとか、海外ツアー行きたいですね、一緒に、行きたいね、あ一緒にいいじゃん、行きたい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 、うん、いやレッドラインやってよ、いやそれやってよ、ヘイトシャドウスで、ってかさ自分たちやったわけそこはレッドラインじゃなくて2人の感覚、なんかこんな言い方するのもなんですけど、めんどくさいんでやってくださいこの前のこれ見たのなんか8月の足にね、あのボーンズも勝手に誘ってくんで、いやいいね、うん、それ行こう、あその3本いいじゃん、うん、あそれはなんか理にかなってる、それ行こうよ、うん、めっちゃ楽しそうな、うん、それ行こうよ、やる、うん、あ来た、あ聞いたい、今撮ってるやろうか、聞いたいがり、いや俺も行きたいっすさ、そういうきっかけなんていけないじゃん、うわうわうわ、全然もうオートロ上げてもいいけど、そんなもんなんすよ、いやじゃあもうちょいおかしいじゃん、なんか俺がなんかいやいやいや、一回せっかく一回食えば、いただきます、うん、食べな食べな、じゃあいただきますまあでも海外のそこのなんかレッドラインみたいなやりたい、やりたいですね、うんうん、じゃあそれまああれを引っ張ってこい、せっかくさこの間、うん、足部の日、うん、あの日俺の中でやっぱ弾けたのよ、うんうん、当たり前のようにやってきたことに対してそれが当たり前のようにできなくされて、うん、なんだろうな、一番思ったのはやっぱり人の熱量、うんうんうん、人の気持ちってやっぱ外に出てくるなっていうのをあの日めちゃくちゃ分かって、ああやってフルキャパ、うんうん、だんだんでかくなってくるんだよね、うん、その人の気持ちだったり感じ方って、うんうん、それってやっぱ肩と肌と肌がぶつかり合ったり、うん、人の脇のやつの熱量、うん、自分そんな熱くないの、脇のやつが熱いだけで、うん、自分も熱くなってきちゃうもんなのよ、伝染するよね、うん、その時のその空気でしかなんないの、うん、でもそれをやっぱり再確認できて、当たり前だったものが、うん、あの足目の日はもう全員が同じ気持ちだったの、そうだね、スタッフもね、もうとにかく全員が、多分チケット買った瞬間から、そうでしたね、俺と同じ気持ちだったはずなの、そうそうみんな始まる前からスタッフの人らもなんかテンション高かったですもんね、違うよね、なんかもう入ってますみたいな、うん、でもそれをあの空気をそのままいろんなところに運んでいくっていうのは俺はめっちゃやりたいなっていうのは思う、あの日一発で終わらせたくない、うん、まだ解決してない問題だけどさ、うん、世の中ね、ああそうそう、裏方も含めてこれだっていう衝動があったのよ、そこに、はい、あれは笑いました、あれめちゃめちゃね、うん、感動しちゃったんだよ、俺見てて全体でお客さんもスタッフも、うん、まだあるんや、まだ最高やね、うわここに来てこんなやつ来る、こんなん3人分おごらされるって結構えぐないですか、えぐいよ、はめたいっすね、はめたいよ、 どうやって言いますかね、俺らがそれを言いまくったら言う気がするんですけど来たよ、大丈夫ですか、マジヤバいやつ来たよ、これはやばい、やばい、エジからすごいな、うんうん、強い、
この炙りの香ばしさが香りもうまいし、そうマジで。でもそろそろ回もね終盤戦に、そうですよね、なってきますけど、はい、うん、うん、またやべえ、本当に美味しいです、マジでやばい、味噌やばいよな、普通なんかあのお寿司屋さんより全然リーズナブルなんで、本当にね、本当に気軽に行ってくださいね、本当もう本当コースで、めっちゃ楽しませてくれるんだよ、うん、この店ランチもやってるね、うん、ペアアリーナって今フルキャパなんですか？今だいたい 85% ぐらい、本当オールスタンディングで立ち位置していなし、アリーナはアリーナに何人ぐらい入るんですか？アリーナは3000なんだけど、本来はで、プライムは4000か、それで交渉して、あ、うん、4500まで入れていい、はいはいはい、スタンドが5000ってことですか？そう、へえ、半々よ、すげえじゃん、めっちゃいい景色、めっちゃめっちゃいいと思う、景色やばそうだね、うん、本当だ、立ち位置してなしでスタンディングでアリーナって意外とあんまなくて、ないですよそんなの、屋内でないない、うん、それ時点でちょっと、うん、頑張って寄せたというか、うん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 、じゃあもうね、あとは私たちがいいライブをすればいいね、そうだね、レッドラインやっぱ出れんだからメジャーデビューできるのかな俺らそこ望んでないだろうな、どうみたいな、レッドライン出てメジャーデビューだから、いや最近ずっとやってたじゃん、だってオーディションな、うん、であれすげえ面白かった、あ面白い、ね、バンドすげえ良かったね、よかったよかった、うん、見てない？スリーピースでトーテンポールって宇都宮のバンドなんだけど、すげえ終わった、うん、もう打ち上げとかも最高のやつだ、あーそれ大事ですよ、ね、マジいきます系の21歳のスリーピース、あ21なのあいつら、老けてんね、老けてる老けてるだいぶ猪狩がすげえへこますから、いやそんなことないからですよねなんか挨拶しに来てくれた人に俺は別に普通に返したけど、ああいう一言が怖えんだよ、怖えと思う、うん、マジで、だから猪狩の脇にいると、うん、俺逆に俺のこと優しいと思ってんだろうなこいつないない、それはないから、もう見た目が全然違う、いやそれ見た目だから、見た目が悪すぎるから、猪狩に流されてるやつ何人か見てから話しかけてんだろうなってやつがうろちょろしてんだよ、うん、でもかけらんないよね、そうかけ、そう、あそうなんだ、いつ行こう、猪狩さんに、しかも多分分かってんのよ、うろちょろしてんの、いや分かってる、絶対分かってる、絶対分かってる、猪狩は絶対分かってる、分かってるくせに、うん、分かってる、分かってる、絶対分かってる、もう挨拶させない空気感、うん、でようやく来たと思ったら誰なんって言われる、絶対誰なんもうフレーチャーのそこで甘っ、最高です、これバックヤード食えちゃうの、うん、なんかこういう時に、うん、タイムテーブルが問題になってくるんですよ、そうなのよ、タイムテーブルがそうなの、後ろの方やったりするとそうなのよ、やっぱあんまり飲めないじゃないですか、そうなのよ、飯食えないし、ね、そうなのよ、もうガズキが言ってきたもんな、すぐタイムテーブルはって、嘘、そうだよ、俺もそのすぐ聞いたの、まあ、シャドウは中盤のもう後半に差し掛かる位置、中盤なんですか、中盤が後半の位置、ああ、ほんならまあ楽しめる、その後まあ、うん、楽しめる、でヘイスミスがビギニングステージの大トリオ、え、はいはい、チーン終了です、寿司食えません、美味しく、今その話してましたよ、え、俺鳥なんすか、俺らビギニングステージのヘイがヘイやってボーンズっていうのえ、最後の2個俺らとボーンズなんすか、そうです、エグいやん、エグミちゃんやん、なんかこんな言い方するのもあれですけど、うん、知らないっすそうなんや、いやめっちゃメッセージ強いと思ったよ、そうですね、うん、正直そうですね、どうでしょう、覚悟決めましたね鈴木さん、いや決めてる決めてる、マジ知らないっすよ、いや別に全然シャドウでおまわり来ちゃいますよいや分かりました、ちょっと今気持ちを感じましたね、本当にそんな順番やったんや、そういう順番、ふわいいね、楽しみですね、マジで楽しみです、いや本当楽しみそうだけどね、いやこれ自腹で、しか もうスタッフ分の巻物も頼みますからね、あ、それもそれも、もう僕ら大人なんで、はい、やばいほらほら2つ目がマジコンボコンボっす、マジでやばいめちゃくちゃもう 1回でダブルアイこれ俺やばいわほらほらねほらめっちゃ
いやー、そら言いますね。そら言います。周平さんになった時には確かにめっちゃ楽しいってずっと言ってるのね。そらめっちゃ楽しい。そら言うわ。めっちゃ楽しい。2個目は2個目が本場。いや、そう一緒やん。ずるずるい。一緒よ。東京と大阪だけの違いやん。マジで言うとやばい。これがまあな、うん、まあまあな、ちょこちょこ言うっすけど、ね、言う、うん、でそれは3回だったんですね。いや、であとは、うん、で2個目は2個目が俺。俺は来てるやばいでしょ。それは汚くない。俺は汚くない。めちゃくちゃ汚いですよ。結果これは誰がって分かんなくなったね、もう。7万3000。うわ、全然入ってないよ、最後に。もう普通にゴチになりますけども、高額。なんでなんすか。下で呼ばれてきたのにね。おかしいなぁ。チーム回数が69回。言ってるね。だいぶ差ある。28回差です。じゃあ、第3位は。待って、うっそやん。うっそ、やばい、俺くせえ。え、うそやん。いや、おかしくないっすか。3位。じゃあ、はい、ある第1位は。俺かよ。俺はずるいよ。いや、俺は真偽じゃない。俺、やっぱ俺って人って言うんですね。ふざけんなよ。やっぱり俺は俺だもんだって。はい、ということでね、いやいや、あの後っつうかちょっと今日別日なんですけど、あの肝心なですね、あまりにも楽しすぎて場が締めのコメントを取るのもね、ちょっと忘れちゃったぐらいなんですよ。まあ、あの後ね、本当はレッドラインオールザーリベンジのことについてもめちゃめちゃ話しましたし、ヘイスミスもシャローズもめちゃめちゃやっぱちゃんとコンセプトを理解してくれて、めちゃめちゃ当日はですね、もう最高なパフォーマンスを、してもらえることをもうすごい期待してるんで、これ見てるね、お客さんもね、ぜひ現場で、本当に現場の2バンドなんで、現場で確かめてみてください。それでは皆さんですね、11月23日レッドラインオールザリベンジピアアリーナでお会いしましょう。バイバイ。